まずは7番のアレンダーラがいつも通りフードをかぶって、そしてゲームキャプテン14番岸本隆一、30番の今村啓太です。さらにはインサイド21番にショーン・ロング、躍進の中心はこの人の加入も大きいでしょう、32番のアンジェロ・カロイアロです。来ました、ゴースト続き前が空くロックに入れた、ロック決めた、自分以外 の、 そのプレーとかっていうのは非常に視野が広いですよね。おー、なるほど。竹内へ外、カロイアロはギリギリ決めてきました。ちょっとね、こう精神的な落ち着きが必要かもしれないですよね。そうですね、はい、さあ木下は食い上げていった、彼らしいですね。タイムアウトももちろんそうなんですけども、はい、ここの今のこのタイミングっていうのは非常に大事にしないといけないという、ダーラム切った、はい、カロイアロがロングを呼んだ、そのピックは逆、一度ついてカロイアロはボードにかけて決めました。松脇から今村、なかなかもう1対1で効かないか、今村落ちた、クーリー拾って、鈴木ロングに入れて、あーロング M1 パックある、デディエースのところでなんとか頑張って抑えようとしているときに、こういういい連携の効いたコンビプレー、クーリーがピック、うわっとちょっとドリブルが大きくなった、かわしてダーラム、スリーポイント成功です。いいバスケットをしているときにショーン・ロング選手、今のようにドリブル外でスリー打ったりしないですからね。なるほど、木下、あこれを決めてきました、ダーラムがピック、前に出たところでダーラム、ダーラム外、岸本スリー決まった、あいい流れですね、こういうシュートですよね、はい、早めに行きたいですよね。ボールが暴れる今村、今村スリーポイント、おお沈めてきた、岸本が来る、ここから打っていった、クーリー拾う、クーリー決めた、2.6秒、1.2秒、5点差です、優勝はありという形になりました、まあ、最後かなり追い上げ、厳しい追い上げに遭いましたけれども。